アウグストヴィルヘルムユリウスリーツは、ドイツの指揮者、チェリスト、作曲家。教育者としても活躍し、文下に、ボルデマール・バルギールやザロモン・ヤーダス・ゾーン、アーサー・サリバン、フーゴリ・ヒャルト・ユンクストラを要する。また、1874年から1877年まで、ブライト・コプフーンとヘルテル社の、メンデルス・ゾーン全集の監修者として、 フェリックス・メンデルス・ゾーンの作品の多くを肯定した。プロイセン王立宮廷楽団のバイオリニストであった、ヨハン・フリードリ・ヒリーツを父として、ベルリンに生まれた。溶接した兄、エドアル・トリーツは、バイオリニスト、指揮者で、メンデルス・ゾーンと親しかった。チェロを8歳からフランツ・シュミット、モーリッツ・ガンツ、そしてベルンハル・トロンベルクに、作曲を、カール・フリードリ・ヒツェルターに指示。 16歳で、プロイセン王立劇場還元楽団の団員に任命され、兄エドワルトとメンデルスゾーンとの進行を通じて、作曲家としても知られるようになった。メンデルスゾーンの紹介で1834年に、デュッセルドルフ劇場の自席指揮者に就任。1835年には、メンデルスゾーンの後任として、デュッセルドルフ氏の主席指揮者になり、 1836年には音楽監督に昇進した。1847年に昇聘されてライプツヒに赴任し、1854年までライプツヒ劇場の学長とライプツヒジングアカデミーの指揮者を引き受けた。さらに1848年にはライプツヒゲバントハウス管弦楽団の指揮者とフェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディ音楽、 演劇大学ライプツヒライプツヒオン学院作曲家の教員にも就任した。また、バッハ協会のために、ヨハンゼバスティアン・バッハのマタイ・ジュナン局の校庭と、ミサ局ロタン長の校庭を行い、1855年から1860年まで、バッハ協会の事務局長も務めた。作曲家、指揮者、学者としての彼の業績に、1859年には、 ライプツヒ大学から名誉博士号が授与された。1860年にドレスデンの宮廷学長に招聘されて就任し、1870年にドレスデン王立音楽院の芸術監督にも就いた。1874年よりザクセン王国音楽総監督に任命された。ドレスデンで没。4つの歌劇や劇不随音楽、合唱曲、リート。 三つの公共曲、演奏会用助曲、競争曲、室内楽曲を残している。作曲家としてのリーツは、メンデルスゾーンを受け継ぎ、新ドイツ学派に反対した。以下に、主な作品を挙げる。ありがとうございます。